モンローはアメリカ合衆国ルイジアナ州で8番目に大きな都市である。和下軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は48,815人だった。2000年の53,107人から8.1%減少していた。モンローは和下軍とユニオン軍で構成されるモンロー大都市圏の主要都市である。 都市圏人口は2000年時点で17万53人、2007年7月1日時点の推計で17万2275人だった。この都市圏にモアハウス群を合わせて、モンローバストロップ広域都市圏を構成している。この広域都市圏の人口は2000年時点で20万1074人だった。モンロー市と近くにあるウェストモンロー市は、和下川を挟んで対岸に位置しており、 北東ルイジアナのツイン式と呼ばれる。この街は元、ホートミロと呼ばれていたが、蒸気外輪船、ジェームズ・モンローから、モンローの名前を採用した。この船の到着が、開拓者に大きな影響を及ぼし、地元住民の心の中で、単一の出来事が、前進基地を街に変えた。この船は18番通り北にある、モンロー図書館の本館壁画に描かれている。それゆえに、 バージニア州出身で第5代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローからその船の名が付けられたことになっている。南北戦争の時、モンローと南ルイジアナのセントランドリー軍の軍庁所在地、オペリウサスには南軍の訓練キャンプがあった。1862年にルイジアナが北軍に占領された後、これらが設立された。まもなく新兵が両キャンプに送られた。 1862年、モンドーとリッチランド軍デルハイが、東部の田園部からの歓迎されない、避難民で混雑するようになった。彼らは、北軍のユリシーズ・グラント将軍の軍勢から逃れて、来ており、グラントは、北東ルイジアナに入り、1862年から1863年の冬を、テンサス軍ニューウェルトンの南、ウィンタークウォーターズで過ごした。グラントは、 ミシシッピ州、ビックスバーグの包囲船の準備をしていた。それが完成するのは1863年7月4日までかかった。歴史家のジョン D ・ウィンターズは、デルハイとモンローに、強い北軍同調感があったと報告した。避難民はさらに西の上、北軍のボートが和下側を遡ってモンローまで来て、コーヒー、アルコール、乾物を交易し、さらに金でメンカを買った。 南軍の士官は、攻撃を奨励し、敵と親しく交わり、その賭けを食べ、そのアルコールを飲んだと、市民から告発された。戦争が続くと、モンロー周辺に脱走兵や落語兵が多くなったので、北軍は彼らを捕まえるために、アレクサンドリアから特殊部隊を派遣した。1913年、コカ・コーラの最初の瓶詰め業者であるジョセフ A、ビーデンハーンが、 ビックスバーグからモンローに移動してきた。その家と庭園は、モンロー市、リバーサイドドライブ2006にあり、現在は、ビーデンハーン博物館と庭園として運営されている。ビーデンハーンが事業化するまで、コカ・コーラは、ソーダファウンテンと混ぜて飲んでいた時期があった。ビーデンハーンとその息子マルコームビーデンハーンが、デルタ航空、当初は、デルタ、ダスターズの創業者に入っていた。 コレット・イー・ウールマンはもともとインディアナ州から来たワシタ軍のエージェントであり、ワタミゾウムシを絶滅させる農薬散布法を開発した。ワタミゾウムシは20世紀初期にミシシッピ川、デルタ地帯で綿花を壊滅させていた。ウールマンは世界で初の農薬散布サービスを始めた。綿花栽培が崩壊したことで大移動が起こり、数十万人のアフリカ系アメリカ人が 南部田園を離れて、北部や中西部の都市で食を求めて移住した。門道市は、北緯32度30分37秒整形92度05分42秒、北緯32.51028度整形92.09500度、32.51028-92.0950021、標高は72フィートである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は31.6平方マイルであり、この内陸地28.7平方マイル、水域は3.7平方マイルで、水域率は11.46%である付近に、ある都市と門道市からの距離は以下の通りである。門道市は温暖湿潤気候にある。降水量は豊富であり、 年間平均降水量は51インチ以上。月間では8月の3インチ未満から6月の5インチ以上まで変化する。激しい雨、氷、突風、竜巻を伴った雷雨が春から夏にかけて起こる。冬は温暖であり、氷点下になるのは年間平均35日、血氷や等雨の嵐も起こる。夏は暑くしけており、最高気温が下し90度を超える日が、 年間91日ある。湿度は高いことが多く90%を超えることもある。セントフランシスノース病院、モンロー市北部アメリカ国道165号線近く以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モンロー市の2009年包括的財務報告書によれば市内の主要雇用主は次の通りである。1920年代後半に デルタ航空の本社があった。業用が拡張すると移転した。モン地域空港には滑走路が3本あり、アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空が就航している。グレーハウンドバスラインズがモンから国内多くの都市とを繋いでいる。国内でも独自に交通体系を所有した都市として最古である。1906年に4路線の 路面電車モンロートランジットシステムがあり、現在は市内に13路線のバスを走らせている。障害のある人にはデマンドバス3台がある。主要高規格道路は、週刊高速道路20号線、アメリカ国道165号線、ルイジアナ州道15号線、アメリカ国道80号線があり、週刊高速道路420号線が計画中である。鉄道は、 カンザスシティサザン鉄道が東西方向にユニオンパシフィック鉄道が南北方向に通っている。その他に以下の鉄道がある。モンローシビックセンターは多目的施設である。主要施設はシビックセンターアリーナである。このアリーナは44000平方フィートの展示スペースと5600の観客席がある。席数は7200まで拡大できる。バンケット。 サーカス、ロデオなどを開催できる。また、BD ロビンソン会議場、問答会議センター、ジョーバパビリオン、2200席の WL ジャック・ハワード劇場もある。この劇場は1956年から1972年と1976年から1978年に、問答市長を務めたユニオン軍生まれの WL ジャック・ハワードにちなんで名付けられた。 毎年6月最終週ミスルイジアナのページェントが開催されている。50回目の大会は2013年6月29日に WL ジャックハワード劇場で行われた。ルイジアナ買収庭園と動物園では500頭以上の動物を飼育している。この動物園では季節によって変わる活動に加えてボート遊びやキャットウォークもできる。博物館としては 北東ルイジアナ子供博物館、ビーデンハーン博物館と、庭園、シ脳とノート航空軍事博物館、北東ルイジアナデルタアフリカ系アメリカ人、歴史遺産博物館がある。北東ルイジアナデルタアフリカ系アメリカ人、歴史遺産博物館は近年、アフリカ系アメリカ人歴史遺産トレールのために、指定された26カ所の一つである。バイユーデザイアード、市内の一部を流れる。 市内には、ルイジアーナ州軍第528公平大隊が、駐屯している。この部隊は、パインビルのキャンプボーリガード日本部がある、第225公平旅団の一部である。モンロウ市は、比較的小さい町であるにもかかわらず、犯罪と貧困については、平均より高い。研究によっては、アメリカの危険な都市百欠に含まれることがある。貧困では、第6位になっている。 人口が20万人未満の都市では、犯罪で悪い方から第三位になっていた。モン市には、和シタ軍教育体系から分かれた独自の教育部門、モン市教育システムがある。高校3校、中学校3校、小学校18校が含まれている。モン市では、ガネットの新聞である、モンニューススターが発行されている。この新聞は、 ロバート・ユーイング一世とジョン・ D ・ユーイングの親子が所有し運営していた有観氏だった。ユーイングのモンロー・モーニング・ワールドが廃刊になった時、姉妹誌であるモンロー・ニューズ・スターが市内の長官のみの新聞になった。モンロー・フリープレスとモンロー・ディスパッチというアフリカ系アメリカ人の週刊誌2誌が発行されている。モンロー・フリープレスは1969年に ルーズベルト・ライト・ジュニアが創刊した。ウェーブ版は1996年から始められた。モンロー・ディスパッチは1975年に、イルマ・デ・ティー・ジとフランク・デ・ティー・ジが創刊した。ウェスト・モンロー本拠にする、ワシタ・シティズンは、モンロー、ウェスト・モンロー、スター・リントン、リッチウッドなどはした、軍全体の出来事をカバーする、週刊誌であり、1924年から発行されている。 www.ouachitizen.com、oh、オンラインでも見られる。1996年に、コサムハンナシニアとその息子、サムハンナジュニアが買収し、発行を続けている。テレビは全国ネットの系列局など7局を視聴できる。ラジオは FM14 局、AM3 局を聴取できる。 その他に緊急警報発信局として、テレビ、FM ラジオ局、AM ラジオ局がある。ありがとうございます。